こんにちは。将棋担当のナナです。最年少棋士の藤井聡太七段17歳が23日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた第61期王位戦挑戦者決定戦で、永瀬拓矢二冠に勝ち、木村一基王位47歳への挑戦権を獲得しました。棋聖戦の時と同じく、終盤までは AI が示す形勢は変わらず、ギリギリの攻め合いが続いていましたし、解説の佐藤天彦九段は、一瞬藤井さんが危ないなって思った瞬間があったのに、そこをうまくしのぎ、見事な勝利だったと語っていました。二冠を持つトップ棋士を相手に2連勝した藤井聡太七段は、これで、さらに、その強さを証明しています。対局当日は、木村王位の誕生日だったらしく、ちょうど30歳差になったようで、記者から無茶ぶりをされ、そのことについて触れられていましたが、完璧な返答をしていました。年齢に関係なく指せるのが将棋のいいところ。年は離れているが、盤上では全力でぶつかっていきたいと語っていますが、年の差を考えていては対局にならないと、プロ入り1局目の加藤一二三九段戦で、思ったのではないでしょうか。この時から、すでに、対局開始前後に記者が塊のようにカメラを構え取材していましたが、それにも動じることなく見事な将棋を指していました。年の差にすると62歳ですからおじいちゃんくらいの年になるでしょうか。それに加えて加藤一二三九段といえば最年少記録の樹立の大先輩です。大記録を残している棋士との対局から始まったドラマのような展開にファンは驚いたと思いますが、実は本領発揮は、そこから始まった29連勝です。29連勝で止めたのが若き天才佐々木勇気七段ですが、くしくも、今回25日金曜日に順位戦で対局することになっています。今ダブルタイトルを決め、かなり順調に勝ち進んできている藤井七段ですが、あの時のようにこのまま抜かれたままではと闘志を燃やしている若手棋士の一人だと思います。佐々木七段は普段は本当に可愛らしい話し方をして解説の時もどちらかといえば温厚なイメージがありますが秘めた闘志は凄まじいのだと考えています。29連勝の時とは違い、ここで今の勢いを止めることができなかったと思わせるためにも順位戦にも勝利してほしいものですし、なんといっても順位戦を毎年順調に上り詰めないと最年少名人挑戦に間に合いません。ナナは最年少のプレッシャーはかける必要がないと思っていますが、多くの人が注目しているであろうこのタイトルを目指すとなると順位戦では一局も負けられないという思いで臨まないと昇級が期待できません。それくらいに厳しいのが順位戦であり名人戦です。さて、今月は28日に棋聖戦五番勝負第2局が行われますが、間たった2日で王位戦第1局が待ち構えています。2日制の対局は初めてということもあり、どういった対局を見せてくれるのか今から。楽しみですね。と言いたいところですが、何でも同じことが言えますが、慣れないことにチャレンジするときはリスクはつきもの。相手はそれを経験している棋士ですし、そう考えるとちょっと心配にもなります。それを考えると、やはりタイトル戦1局目で和服を着なかったことは結果的に功を奏したとつなげることができます。ただ、2日制対局も順応性が高い藤井七段ですから、終わってみると楽勝だったということになればいいのですが、昨年度、史上最年長で初タイトルを獲得した木村王位に史上最年少棋士が、挑む七番勝負は7月1日に開幕しますが、それを前に木村王位は初防衛戦に臨む思いをスポーツ報知に語っていました。その内容を引用しつつ紹介します。まず、二人の対照的な経歴を紹介しますね。藤井七段。10歳、奨励会入会。13歳、三段。14歳、プロ入り。17歳、タイトル初挑戦。
木村葵。12歳、奨励会入会。17歳、三段。23歳、プロ入り。32歳、タイトル初挑戦。46歳、7回目のタイトル戦で、史上最年長での初タイトル獲得。さて、このような対照的な経歴を持ち勝つ最年少棋士に対抗する最年長タイトルホルダーは、今、どのような気持ちなのでしょうか。藤井七段の対局について、とても内容がいいですね。火の打ちどころがないし、ミスも少ない。特徴がさらに伸びて、強くなっています。このように語っています。公式戦での対戦はないが、昨年5月の瀬戸将棋祭りでの公開対局では藤井七段が勝利。同7月放送の非公式戦第2回 ABEMATV トーナメント準決勝でも3番勝負を戦い、藤井七段が2勝1敗と競り勝っています。今年の朝日杯も3連勝なるかと期待された藤井七段でしたが、惜しくも準決勝で敗退するも、ファンとしてはその後の解説に参加されたことで、なんだかその楽しみももらえ複雑だったのではないでしょうか。その時の木村葵の無茶ぶりの言葉が次の通りです。だいたい夜になると相手が間違えるんですよ。そう念じて投げなかったですね。何が変わったって、その立場が変わっただけで、藤井さんはベテランの人がそろそろ間違える頃だろうと考えたことはありますか。これには藤井七段は苦笑し、もちろんはい、そう思っていますという返事で罠にかかることはなく、やはり形勢が悪いと自力では勝てないので、なんというか、はい、かっこ笑い、頑張るしかないのかなと思いますと素晴らしい回答をしています。タイトル戦で戦うときは木村葵がこの立場になるわけですが、こんな笑い話では終わらせられない真剣勝負になります。木村葵は解説では非常に軽快な語り口で話されますが、こと対局になると当たり前ですが超真剣。昭和の時代は羽生九段が話していましたが、午前中は雑談という時代もあったようですが、今では考えられないですね。しかも藤井七段戦ともなると常にカメラが捉えていますので、あくびもできない感じです。そういう藤井七段に対して葵は、落ち着いていて対局することで何かをつかめた感覚はないです、おとなしくて控えめで何を考えてるのかちょっとわからない、笑いとも語っています。確かにチームバナナではとても素直な表情で笑っていましたが、だからといってハメを外してはいないんです。そこがすごいなって思いますが、常に見られていることを意識し、所作を気にしているように感じます。ちょっとした一言が、これくらいの人気者となると大きく影響しますからね。いつも注目を浴びてしまう藤井七段との対局では、嫌顔でも対局相手にも、その矛先が向きます。それに対して、ひっそりと将棋を指したいので、騒がれるのはどうかなという感じはしますけど、仕方ないですね。その中でも自分のペースを保たなきゃいけないかなと思います、と正直に話しています。本当にその通りだと思います。常にカメラに囲まれて対局を続けてきて早3年半になる藤井七段にとっては、それが日常ですが、普通の棋士ではありえないですからね。対局解説も毎回豪華ですが、天才集団と言われている棋士でもトップ棋士以外は、静かに対局をし注目されることは本当に少ない。木村葵は、中3と小6、姉妹2人のパパなんですが、皆さんは知っていましたか？あんなに面白いことを言って笑わせてくれるお父さんっていいですよね。さて今回の対局は、長女と3学年しか変わらない少年と棋界の頂上対決を行います。その年の差に関しては、将棋の世界と一般の世界では、感覚にズレがあるかもしれないですけど、彼はもう子供ではないです。実力通りに勝ち続けている人、若いからどうこう、というのはないです。このように語っています。藤井七段の成績を見ていて、
まだ子供ですからと言える人はそう多くないでしょう。いや、いませんよね。ただ、中年の星として人気が高い木村多いですし、お二人の可愛いお嬢さんと奥様のためにも、防衛を強く信じて戦うでしょう。当たり前ですが、勝負師が戦う前から負けを意識はしません。だからこそ、負けることから遠ざけるために極限まで研究し、対局に臨むのでしょう。昨年度、現竜王、名人の豊島将之王位当時に挑戦し、4勝3敗で初タイトルを奪取した時に、7度目の挑戦を実らせ、46歳3ヶ月で、史上最年長の初タイトルに輝く快挙となりました。局後に涙を見せ、ファンの心を捉えたシーンから、再1年、厳密には9ヶ月。初めての挑戦者を迎えることになったわけですが、勝利が決まった後、インタビュー時に流した涙は、ファンの心にも刺さったシーンだと思います。この1年を振り返り、気がついてみると、1年はあっという間ですね。やってみないとわからないですけど、防衛戦という意識はないですね。指すのは同じ将棋なので。と語る木村多い。今期は、ダッシュの嬉し涙を流すことになるのか、それとも、若き天才に奪われる結末になるのか。第7局が9月29日です。ストレート勝ちがなければ、この日が決着の日となる予定です。木村多いも藤井七段も、両者とも、熱いファン層があります。7は断然藤井七段応援ですが、今回も、とてもいい対局が見られると期待しています。藤井七段は、永瀬二冠との対局後、最近の順調な勝ち方を見て、記者から、長い休暇で何か特別な、研究がされたのかという質問がありました。ですが、特別な研究方法ということではなく、改めて、自分の将棋を振り返ることができたので、それが良かったのだと思うと語っていましたよね。一方、木村多いはそのことについて、研究会もできないので、実践感覚が鈍るようなことはあったような気がしますけど、時間的余裕があったので、昔から気になっていた技術的なことに取り組めました。マイナスな時間ではなかったです。確認したり、新しいものを見つけたり、無駄にはならなかったと思っています。と語っています。この休暇の成果がタイトル戦で爆破するだろう2人の対局。しかも、木村多いは、なんと、増田六段と同じようにトレーニングをされ、長時間の対局にも耐えうる。体力と精神力を身につけています。人がいない時間を見計らって、日課のランニングも続けてこられたと言いますし、多いは中学時代から不動という66キロの体重を維持するどころか、1キロ痩せた模様。対局で長時間座ってても苦にならなくなりました。これは良かったです。このように、パーフェクトな体重管理についても語っています。羽生九段も話されていましたが、体重管理は、正座での対局の対策だと話していました。地を極めた戦いですが、体作りも大切な要素のようです。ベストコンディションで7番勝負に臨む。タイトル戦での30歳差、29歳11ヶ月差の顔合わせは、1989年度の棋王戦で、66歳の大山康晴15世名人が、26歳の南佳和棋王、いずれも当時に、挑戦0-3で敗退した際の40歳差に次ぐ史上2位の年齢差となります。取ったものですから愛着はありますけど、どんな結果になろうと一生懸命やるだけです。去年、豊島さんと指した時と似てると思っているんですよ。年下と指す意味では一緒ですから。このように多いは語っています。これは電話でのインタビューだったようですが、同志が感じられたと記されています。タイトルを得るくらいの棋士は、天才の中で勝ち上がる必要があるわけですから。波の研究や才能では登れない場所。木村多いのように、語り口が軽快な棋士は、思考に向き合うだけではなく、アウトプットもできる。さらに切れ者だと思っています。本当に楽しみな対局です。タイトル奪取に向けて対局を進めつつ、
竜王戦でももしかすると上がってくれるかもですね。どこまでも期待が膨らむ今日この頃です。最後に王位戦七番勝負の対局日と会場が次の通りです。第1局、7月1日、2日、水曜日、木曜日、愛知県豊橋市、ホテルアークリッシュ豊橋。第2局、7月13日、14日、月曜日、火曜日、北海道札幌市厚別区、ホテルエミシア札幌。第3局、8月4日、5日、火曜日、水曜日、兵庫県神戸市、中野坊髄園。第4局、8月19日、20日、水曜日、木曜日、福岡県福岡市中央区、大濠公園能楽堂。第5局、8月31日、9月1日、月曜日、火曜日、徳島県徳島市、射水園。第6局、9月14日、15日、月曜日、火曜日、神奈川県秦野市、元湯、陣屋。第7局、9月28日、29日、月曜日、火曜日、東京都渋谷区、将棋会館。